その名前、ルニ君は誰から聞いたの？あの女の子が自分から教えてくれたんだ。そう、いい？ユニ君、あの子はね、解離性同一性障害っていう病気にかかってるの。あの子の中には鈴影ほとりという名前のもう一人の自分がいるのよ。戸籍上の本名は犬伏恵子なんだけど。まあ難しいこと言ってもわからないかもしれないわね。とにかく彼女は心を病んでしまっているのよ。ここにいる有機堂君と同じよ。俺は多重人格になっ、ええ、どうしてわかる？あなたが冬川心の名前を名乗ったからよ。ねえ、でもなんで悟は心の名前を名乗ったりしたのかな。それが有機堂君にとって最も都合が良かったからよ。精神の安定を図る上で冬川心という人格に成り変わってしまうのが何よりも最適だと彼は判断したんだと思う。ねえ、有機堂君、これからいくつか質問するから正確に答えてね。まず、この名前に聞き覚えはない？眉住凛と、それから蓬城誠治。ああ、知ってる、知ってるよ。凛の方は俺が前に付き合ってた彼女で、蓬城さんの方は宇都宮さんの。あなたは二人のことを知っている。じゃあ次の質問。あなたは去年起きた赤倉岳の事故のこと。うん、それも覚えてるよ。ねえねえ、二人とも何の話してるの？変ね。え、何が変なの？ああ、ううん、何でもない、気にしないで。そんなこと言われても気になるよ。いいからちょっとだけ黙ってて。今はお兄ちゃんと話をしてるから。でもお願い、話なら後でちゃんと聞いてあげるから。で、結局宇都宮さんは何が言いたいんだ？わからないの？そうか、蓬城誠治、冬川心、眉住凛、この3人は去年の1月17日赤倉岳の雪崩に巻き込まれて。ええ、そう。だから私は冬川さんや眉住さんのことを知ってるの。それからもちろんユニ君のことも。そうだ、そうだよ。どうしてユニはこんなところにいるんだ？それはね、
待って、待ってよ、話をややこしくしないで。最初から私が全部説明してあげるから。最初から僕のことも？ええ、そう。全部って言ったら全部よ。私が知っていることは全部だけど、その代わり条件があるわ。条件って？この話を二人に同時にすることはできないの。だから一人ずつ私の部屋に来て。どうして？どうしてもよ。この条件を飲んでもらえない限り私は何も話せないわ。じゃあそうね、最初はユキド君から。ユキド君、聞きたくないの？話を始める前に言っておきたいことがあるの。どうぞ。言っておきたいことって？ここはスフィア、隔離と保護のための特定精神医療施設。このことを頭の中にしっかりと刻んでおいて。そんなこと言われなくても分かってるよ。いいえ、あなたは何も分かってないわ。ここは精神に異常をきたした人たちが収容される施設なの。つまりここにいる人たちは全て頭がおかしくなっていると。そういうこと。こんなことを言うのは失礼かもしれないけれど、あえてあなたにだけは教えておくわ。私はね、あなたたち3人に精神障害の疑いがあると思ってるの。犬伏恵子はもちろんのこと、逆にあなたの立場に立てばこうも言える。私も含めてここにいる4人全員が精神疾患にかかっているという可能性もあると。ごめん、何が言いたいのかよくわからないんだけど。要するに誰も信用してはいけないってこと。犬伏恵子の言葉、ユニ君の言葉、あなたの言葉、それからもしかしたら私自身の言葉も含めて、誰の言葉にも確実性があるとは言い切れないのよ。待ってくれ、宇都美さんが俺たちの言葉を信用できないのはよくわかる。だけどどうして俺がユニやあなたのことまで疑わなければならないんだ。第一、自分で自分のことを疑うように忠告するなんて変じゃないか。あくまでも先読みしたまでよ。先読み？あなたはいずれ私の言葉を疑うようになるわ。宇都美カーリーの精神も異常をきたしているのではないかって。そうしたらあなたは私の発する一言一言に対して疑問を抱くようになり、余計な詮索を始め、そういうのって不毛なことだと思わない？だから私は前もって言っておくことにしたの。私の言っていること、これから告げることが必ずしも真実とは限らないってね。わかる？まあ今はわからなくてもいいわ。とにかく繰り返すけど、ここでは誰の言うことも信じてはいけないの。みんながみんな嘘つきだと思ってもらえればそれでいい。嘘つきだから欺瞞に満ちた内容もしばしば口にするでしょう。けれどそのぐらいのことで取り乱したりしないで、当然のことだと思うぐらいのゆとりを持ってほしい。あなたには常に冷静でいてほしいのよ。いい？これはあなたの精神機能を正常に保つ上でも極めて重要なことなの。受け入れてもらえるかしら？そうだな。文脈の示す内容自体は理解に苦しむが、ま、結論としての忠告だけは素直に受け止めておくことにするよ。俺はあなたの言うことを信じない。あなたは俺の言うことを信じない。お互いがお互いを疑い合うことによって初めて信頼関係が構築される。そういうことだよな。それじゃ始めましょうか。
ええ、確かに最初は驚いたわ。驚いて、あなたが嘘をついていると思って、それで思わず平手打ちまでしてしまった。私がさっき謝ったのはだからなの。誤解してたのよ、有機道君のことを。だからごめんなさい。有機道君は心の奥深いところでまだ真由澄さんのことを強く強く思っているのよ。でも彼女はもうこの世界には存在しない。去年の1月17日に亡くなってしまった。その現実を受け入れるのが嫌だから、だから有機道君は真由澄さんの存在する世界を、歴史を少なくとも自分の中でだけは成立させようと考えたんだと思う。けれどそれをするためには真由澄さん自身の人格を喪失しても意味がない。なぜならあなたの目的は空想としての彼女を生み出すことではなかったから。真由澄さんが生存しているといういわば歴史的に見れば偽りの現実をあなたはできる限り合理的に整合性のあるものとして自身の内部に再現したいと考えたのよ。自分自身を騙すために。そこで真由澄さんでもなく有機道君でもない第三者の人格が求められることになった。その場合歴史を変えるのに最も適した人物とは誰か。一番簡単なのは雪崩に巻き込まれた残り2名のうちのいずれかになり変わることだった。そこで選ばれたのが、あなたはここのスタッフだったはずよ。でも今は確信が持てなくなってしまったわ。もしかしたらあなたは最初からここの患者だったのかもしれない。私は精神科の医師としてここで働いてるのよ。